エイリアン待つ真相、ああ。確かにエイリアン待つ、どうなってんだろう。俺、エイリアン待つの人と会ったんだよ。そしたら言ってたぞ。エイリアン待つ、なんかずっと続けます、みたいな。あはは、くそ、めっちゃ止まってるわ。めちゃくちゃ止まってる。新しいのは出てるけど、止まってるわ。1ヶ月前に止まってるわ。最終回です。ちょっとでも弱々しくなってる気がする。ちょっと弱々しくなってるな。俺の好きなやつだったやつ、好きなやつどれだったっけな。コード3だった気がする。これが好きだったわ、多分。あ、違うわ。コード4だわ。これが好きなんだよ。コンドームつけてるって書いてるわ。つけてる。これがすごい好きでした。はい。これがすごい好きでした。一番再生されたこれもちょっと好きでした。これ山手線すごいじゃん。ちょっと待って、なんだこれ。最初はこっから始まったらしいです。くだらんな、やっぱこう今思うと本当に、うん、なんか100万回見たからくだらん。上から93、57、89、ねえ俺大体合ってたな、俺の予想大体合ってたな、前言ってたの。何カップ、まあトップとアンダーが大事だけど、そりゃ前のこれもう G カップだっぺよ、絶対 G カップだよ。93、57、89、すごい、別にダイナマイトバディだね。疲れてないよ。はあ、嬉しい。よかった今日聞けて。わーい、アスカちゃんの水彩図聞いちゃった。気持ち悪い。気持ち悪いよ。気持ちが悪い。気持ちが悪いわ。エルデンちょっと見たいわこれ。すごい顔してるな。マジでうちのじいさんと同じ顔してんだよ。アトリックエラー。ブンブン。うわ、ラダゴンのこの赤色。はい。こいつマジ強かった。でもここでなんか分かってきたんだよな、戦い方が。ブンブン。どうしないの？フレイクまですんのか、デブ。それは。ブンブン。痛いわー。こいつらもうなんなんだこいつ。ハゲ取ります。めっちゃハゲ。もう、なんなんだ。はい。ブッ。
よし、いいぞ。勝てそうじゃね。はい、ブーブーブー、ドボンゴー、ブー、いけるいける、痛い、死にたくない、まあ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 死にたくない、マジでまあ死にたくない、マジでまあ死にたくない、まあ死にたくない、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 ブー、あーもう勝てないよ、勝てないよ、目も見えないし、耳ももうなんてくたくたらしい、口も臭くなってし、見えないよ、目はもう見えないよ、見えない、もう見えないよ。一気に吹けたな。一気に吹けるんだけど。この時まだ若いんだけど。見えないよ。若いんだけど。目はもう見えないよ。見えない。もう、見えないよ。見えないよ。ちょっとリアルだな。見えないよ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 。ここリアルだな、これ。すごいな、技術の進歩がいいわ、ほんと。見えないよ。ね、なんか GC のマッド多すぎじゃね、マジで。あわこ3年 B 組。わ、金八先生。くれ。はよ、死にしたいからやめてくれ。そんなこと言うなよ、バカー、なこと言うんじゃねえ、なあ、なこと言うんじゃねえよ、早く死にてえな、おめえ誰か一人でもいいからもっと幸せにしてから死ね、死ぬなら何のために生まれたんだここに、虫か、虫なのかお前は、死ねえだろ。来てくれよ、来てくれよ、来てくれよ、お前らがチャンピオンになる時代が来るか、吠えろ、たぎれ、ペンペンペペンペペンペンペペン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 ペレスケペンペン、さあ行きましょう。これ何やってる時だよ、これ何やってる時だよ、これ何やってる時なんだ、これ。あ、ストファイか。そうか、な、ストファイの音だ、これ。ストファイの音だ。多分、めちゃくちゃ言いすぎちゃって、で、それであれだわ。あの、なんか、ちょっと待って。ちょっと、めちゃめちゃ言いすぎちゃって、あれしちゃったんだ、あの、この、ね、あ、言いすぎちゃった、つってね。あ、中和しようとしたやつだわ。あ、待って、どっか行っちまった。ちょっと待って。CR カップ布団ちゃん入場65歳。これ前見たやつだよね、これね。これ、俺がちょんむるまごーって、なんとかオムニ、あ、なんとかニキニキムニだってやったやつだ。こっちが初めてのやつだ。ちょっと待って。画質が悪いよ。画質が悪いよ。もう一回最初から見ようぜ。若返ったりするのやめてほしいな、これ。おい、ドンピシャさん、いや、ドンピシャまでやめろ。おい、ドンピシャさんにシワ加工すんじゃねえ、お前。
え、まだあんの？吉田はまだ早い。吉田はまだこの業界に早い。このまだ吉田はまだダメだ。目の下本当にだるんだるんだな。なんか極端だよね。いや俺こう作ってくれてまあ嬉しいんですけど、なんかラップが流行ったり、なんかこう多重加速なりエイリアンなりで、今は老化シリーズなんだよ。なんかこう回ってきてますよね。うん。見ろよもう関連動画これな。全部ジジイだわ。魔人の暴走。ありがとうございました。おねえ松本。あやだ。あれこれ。やだ。してた。見たな。やだ。もうやだ食いたくない。やば。行け。うまい。あれコオロギはまずいけど、これうまいぞ。おう。あ、幼虫うまいわ。幼虫うまいんすよ。そう。幼虫ね、なんだろう。さっぱりしてて美味しいんすよね。さっぱり。いや、ほんと美味しいんすよ。小さな布団おじさん。これ昆虫博士じゃないとわからんぞ。はせーの、はいはい。これもう、これもなんか200万回見てる気がする。はい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 あよいしょはい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 あよいしょ 2LDK で家賃駐車場付きで8万円でした。はい。オンリーマッツ第1話。あちょっと待って、これはねなんか言えよ。あれらしいよね、できなくなっちゃったらしいね。オンリーアップ、普通のやつじゃねえかこれ。ガチのやつじゃねえかこれ。関係ねえじゃねえかこれ。最後までシートベルトは外さず安全バーに捕まってお楽しみください。はい、では、ピョンピョン、いってらっしゃい。いきます。ブルーホール、フリーホール。
変に見されるなんなんだこれ、なんなんだこれ、めちゃめちゃ短かったわ、めちゃめちゃ短いわ、うん、もっと高いとこ行ってビューって下がってくる、違ったなこれな、うん、可愛かったなこれ。お前のヘで作られたマッド、いやそれはねたくさんあると思う。なんかそれはね、あの今まで結構見てきたんだよ。だけどなんかやっぱその、あの嘘のあのメタンコントロールじゃないとじゃダメなの。ふっくら食感にたっぷり満足感、ファミマルの新手巻きおむすび。加藤純一のおならトリガー。何やってんのこれは。何やってんの。ちょっと待って、あのさ、さ、ちょっと待って、ごめん。あの、ちょっと、もう一回聞いていい？ピシャって聞こえる。ちょっと待って、俺も、俺もちょっと、ごめん、一回、失礼。ちょっと、ピシャって、もう一回聞くね。洞窟に作ったモンスターたちは水に弱いようです。しかし僕の力ではあのモンスターを倒すことが。何を植えてもすぐに枯れてしまう。砂漠のどこかに住み着いたモンスターの仕業なんですよ。代々伝わる不思議な力を持ったこの苗木を植えれば、この砂漠を緑の大地に戻すこともできるのですが、砂漠洞窟にモンスターが作っていて植えるなんでこのシーンなんだよ。もっといいシーンあるだろ、クロノトリガーだったら。出たわ、ツバ入れといたわ俺も、なんで脱走会いいんだ、なんでもありじゃねえかよこれ。このまたねシルバード取った後のさねえロボをなんか原始の世代に置いてで。ずっとロボがこうやって種まいてんだよね。で、現代になるとこの砂漠が緑になって、ね、緑の夢という、あの、リレーズ効果のあるアクセサリーが取れたことを今でも覚えてます。ここいいよね、ここね。